して石原博一、ワンタッチで斉藤見つけ、ここで奪いました。稲垣、右にはシャニエル、左には阿部、自分で持っていって、その奥のマティウスを使った、フリーだ、浮かせたボール、シャビエル左足、シャビエルのゴールで3点目名古屋。後半になりました。シャビエル、ここの稲垣のプレスですよね。ここからですよね、スイッチが入って、ちょっと全体を見ながらね、こうどこが一番こう空間が空いているのかというのも選んでいながら、この顔を上げていろんな選択肢を考えたと思うんですけどね、はい、そこ、まあ、マテウスを選んで、マテウスからシャビエルという黒らしいボールが入って、シャビエルのこの